九州の環境を守るために果たすべき使命がある。自然の力で環境に優しいエネルギーを生み出す。発電時に CO2 を排出しない再生可能エネルギー、九電グループは地熱、太陽の光、風、水、九州の豊かな自然を活用した再生可能エネルギーの開発拡大に取り組んでいる。大分県九重町、九十の山々に囲まれたこの地には国内最大級の地熱発電所がある。大地から吹き出す蒸気で発電しています。このエネルギーを無駄にしないためにも設備の点検は欠かせないんです。厳しい寒さの中でも一つ一つ行う点検作業がこの発電所を支えている。宮崎県串間市、目の前に太平洋が広がる稜線に九州最大の陸上風力発電所がある。ここは一年を通していい風が吹くんです。使わないともったいないですよね。支柱の高さ85メートル、この高所での点検作業も欠かせない。宮崎県椎葉村、戦後間もなく日本三大秘境に数えられるこの地に国内初の大規模アーチ式ダムが作られた。上椎葉発電所は約70年前から水の力で発電をしています。ダム壁面に設置されたキャットウォークと呼ばれる高い場所での点検もこの発電所を守り続けるためなんです。環境に優しく地域にも愛されるこの発電所を次の世代に受け継いでいくために丁寧な点検作業が続けられている。長崎県大村市、海に面した石炭火力発電所の跡地に大村メガソーラー発電所はある。ここは大村湾沿いの開けた場所なので晴れた日には太陽の光が降り注ぎます。その恵みを余すことなく使いたいですね。恵まれた太陽の光を最大限活用するためにも8万枚を超えるパネル1枚1枚細部の点検も欠かせない。福岡県筑前町、自然豊かなこの場所に丸太が山積みされている発電所がある。干ばつで切り倒された木々をチップにして燃料にしています。森林の保全にも役立っているんですよ。自分の目と耳で状況を確認することで自然の恵みを生かした発電所の運転を支えている。福岡県豊前市、ここに世界最大級の大容量蓄電システムを備えた豊前蓄電池変電所がある。変動の大きな太陽光や風力で作る電気を最大限活用するための設備です。できるだけ多くの再生可能エネルギーを受け入れていきたいですね。環境に優しいエネルギーを最大限活用するため未来の礎となる取り組みが進められている。吹き出す大地の蒸気を、吹き抜ける強い風を、蓄えられた豊富な水を、降り注ぐ太陽の光を、生物由来の有機資源を、これらを最大限受け入れる蓄電システムを、できることは全部やる。九州の資源を一つも無駄にするものか。未来に全力。ずっと先まで明るくしたい九電グループ。